はい、こんにちは、116インズです。今回の動画ではダニー・ハルセンに関する話をしていきたいなと思っています。1月に入りまして、オフシーズンようやく動いてきたなという印象がある MLB ですけれども、その裏でひっそりとこのダニー・ハルセンが引退を表明いたしました。2019年にカブスで MLB デビューを果たし、昨年もカブスの60人プールに入っていたハルセンですが、選手からは引退し、来季からはカブスのフロント職でピッチャーの育成に携わるようですね。ハルセンはかつてドラフト全体2位指名を受けながらも、怪我の影響でなかなか本来の力を発揮することができず、2016年には一度引退をしたことがあるんですけれども、そこからカムバックを果たし、2019年の MLB デビューにまでこぎつけた苦労人の選手となっています。当チャンネルでも過去にこのハルセンに関してはご紹介したことがある選手ですが、詳しく彼のキャリアに関してご紹介したことはありませんでしたので、今回の動画ではそんなハルセンのキャリアについてお話ししていきたいなと思います。まずはハルセンのプロ入り前、学生時代をご紹介したいなと思うんですが、ハルセンは後でも紹介しますが、2011年のドラフトで大学からプロ入りを果たすこととなるんですが、高卒の時点でもそれなりに有望な選手で、2008年のドラフト10巡目指名でダイヤモンドバックスから指名を受けたことがありました。ただこのタイミングでプロ入りはせず、バージニア大学に進学したハルセンは、大学では1年生からチームの主力選手として活躍します。2年生となった2010年にはチームのエースとして活躍し、この年96回3分の1を投げて10勝3敗、防御率も 1.59 でカンファレンスの最優秀投手に選出されると、翌2011年は18試合で12勝3敗防御率 1.37 と前年を上回る成績を残し、一躍プロ注目の選手となりました。またハルセンはピッチングだけではなくてバッティングも非常に良い選手で、この2011年のシーズンは打率3割9厘、 OPS も8割3分7厘と活躍し、その年の大学球界最高の二刀流選手に贈られるジョン・オルルド賞も受賞しました。そんな投打に活躍していたハルセンですけれども、学生ながらピッチャーとしての完成度は高く、2011年のドラフトでは上位指名確実とまで言われていました。そして実際にハルセンは上位指名を受けました。2011年のドラフトでは UCLA のゲリット・コールがパイレーツから全体1位指名を受けた後、マリナーズがこのハルセンを全体2位で指名しました。このハルセンの次に指名されたのがコールと同じく UCLA のトレバー・バウアー でさらにこの年の1巡目指名ではブレイク・スネルも指名されておりまして、まあ、後にサイ・ヤング賞に輝くピッチャーたちよりもこのハルセンは先に指名を受けています。全体2位での指名はバージニア大学出身の選手としては史上最高位での指名となりまして、マリナーズとしてもこのハルセンに対して即戦力左腕として相当高い期待を寄せていたことがよくわかりますよね。マリナーズは後にこのハルセンと5年総額850万ドルの MLB 契約を結びまして、これはドラフト史上5位となる大型契約となりました。マリナーズは当時タイワン・ウォーカー、それからジェームス・パクストンという2人の投手のトッププロスペクトがいたんですけれども、ここにハルセンが加わったことで投手のトッププロスペクトが3人揃うこととなりました。マリナーズは当時野手のプロスペクトが少なかったため、ライス大学のアンソニー・レンドーンを指名するのではないかと予想する声もありまして、で実際私もそうなるんじゃないかと思っていたんですけれども、蓋を開けてみればハルセンの指名ということでちょっと驚いた記憶はあるんですが、ただこのウォーカーにしてもパクストンにしてもプロスペクトとしては素材が他の選手たちでしたので、即戦力の呼び声が高く確実な活躍が見込めそうなハルセンの指名に移ったのかもしれませんね。チームとしてもこの全体2位指名をかなり安全面に使ったとも言えるのではないでしょうか。そしてハルセンはチームの期待が間違っていないことをプロ入り1年目から早速証明します。この年開幕前の時点でベースボールアメリカ全体21位のプロスペクトとして高い評価を受けていたハルセンですが、いきなり AA でプロデビューを果たすと13先発で8勝、防御率はわずかに 1.19 といきなりの AA スタートではありましたが、打者を全く寄せ付けないような圧倒的なピッチングを見せます。最近の上位指名の選手でもなかなか最初から AA でスタートするという選手は結構珍しい気がするんですが、ただハルセンにとってはすでに AA すら彼にとっては物足りないレベルとなっていたようですね。この圧倒的な活躍を見せた結果、プロスペクトのオールスターゲームでもあるフューチャーズゲームにも選出され、この年マリナーズからはウォーカーも選出されていたため、トッププロスペクト2人がフューチャーズゲームで躍動する姿は多くのマリナーズファンが未来に希望を抱いたことでしょう。この時点でハルセンのドラフト時の即戦力差はという触れ込みは正しく、下手したらロースターが拡大する9月にはハルセンの MLB 昇格もあるんじゃないかと言われていましたね。しかしそんな全てが順調に進んでいたハルセンのプロ野球選手としてのキャリアですが、 AAA 昇格後に彼の歯車は狂い出してしまいます。
AA で無双した結果 AAA 昇格を果たすことができたんですが、初めての AAA での先発は3回5失点、プロに入ってから初めての挫折を味わってしまいます。ハルツェンは全体2位指名という高い期待を受けていることに対して人一倍責任感が強く、何としてもチームの期待に応えなければならないと考え、この AAA の壁を乗り越えるために練習量を増やして克服しようとしたんですが、ただその結果として疲労が溜まってしまって肩と腕を痛めてしまうんですね。ただそういった怪我をしている状態にもかかわらず、ハルツェンは誰にも打ち明けず痛みを抱えた状態で投げ続けたんですが、結果として投球フォームはバラバラになり、投球内容も悪化の一途をたどってしまいました。結局この年はトリプル A で12先発をしたんですが、防御率は 5.92、 AA 時代とは真逆の結果となってしまいましたし、また何より彼のピッチングでおかしかったのは48回3分の2を投げてフォアボールを43個も出してしまった点ですね。ハルツェンは非常にピッチングの完成度が高く、フォアボールもどちらかといえば少ないタイプのピッチャーだったんですが、まあおそらくこの時怪我を抱えながら投げていたことから制球が定まらなかったということが今だと言えると思うんですけれども、このトリプル A の壁にぶつかってしまったことでハルツェンの MLB 昇格は見送られてしまいます。そしてこの2012年シーズンに怪我を抱えた状態で投げ続けたことが彼にとって暗く、そして長い怪我との戦いの始まりでした。翌2013年シーズンは肩の怪我の影響で合計7試合にしか登板することができなかったハルツェンは、この年のオフに左肩関節芯、それから回旋筋腱板損傷を修復するための手術を受けることとなり、この手術の影響で2014年シーズンも全休することとなってしまいました。で、2015年にやっとのことで復帰することはできたんですが、この年も怪我の影響が続いてしまって AA で3試合の登板にとどまってしまいました。で、ハルツェンはドラフト時に MLB 契約を結んだ話を冒頭しましたけれども、彼がマイナーにいる間も毎年ハルツェンは MLB の40人枠に登録されていまして、で彼を毎年マイナーに落とすためのマイナーリーグオプションを消費していたため、2015年の時点でハルツェンのマイナーリーグオプションが切れてしまいました。そのためチームは2015年のオフにハルツェンを DFA し、40人枠から外すという判断を下します。マリナーズのマイナーに降格したハルツェンですが、2016年はリハビリ中に再び肩に問題が生じてしまって7月に2度目の肩の手術を受けることとなります。この当時のハルツェンはスプリングトレーニングの時点で携帯電話を持てないほどには肩の状態が相当悪かったようですね。結果この年も投げることができず、マリナーズとの5年契約が満了し、ハルツェンは FA となりましたが、 MLB での実績がなく、また投手としては致命傷とも言えるような大怪我を負ったピッチャーに対して契約を提示する球団はなく、ハルツェンは事実上の引退状態に追い込まれてしまいました。誰がどう考えてもカムバックをするのは難しい状況ではありましたが、ただハルツェンだけは諦めていませんでした。学位取得のために母校のバージニア大学に戻ったハルツェンは野球部のコーチを務める傍ら自分のリハビリも続けました。すると徐々に痛みが癒え始め、キャッチボールも少しずつ長い距離をこなせるようになってきました。すると最終的にはブルペンで投球できる程度には回復し、3回目のブルペンではなんと90マイルを記録。ハルツェン本人も状態の良さを自覚していて、プロ復帰が現実味を帯び始めます。そして2018年2月、ちょうどハルツェンが MLB のスカウトを集めて自分のピッチングを披露しようと考えていたタイミングで、ハルツェンの回復を聞いたシカゴカブスが彼にマイナー契約をオファーしてきました。ハルツェンがマリナーズにいた頃の投球コーディネーターにテリー・クラークという人がいるんですけれども、この人が当時カブスに在籍していまして、こういったコネクションがカブスとのマイナー契約にどうもつながったようですね。そして球界に復帰したハルツェンは2018年にはルーキーリーグ、それからトリプル A で合計10試合に登板した後、回復も順調に進み、2019年の5月には球速も97マイルを記録。この年はトリプル A で14試合で防御率 1.26 と結果を残し、夏場に少し怪我をしてしまいましたが、 MLB 昇格候補として頻繁に彼の名前が上がるようになりました。そして2019年9月、ついにその時が訪れました。ロースターの拡大に伴い9月7日に MLB 初昇格を果たし、翌8日のブルワーズ戦でハルツェンは MLB デビューを飾ります。初登板でヒットとデッドボールで2人のランナーを出してしまいますが、残りのバッターを全て三振に切り1回を無失点。当初2012年の9月に MLB 昇格を果たすんじゃないかと言われていた即戦力左腕の7年越しの MLB デビューは上々の内容となりました。ハルツェンは試合後記者たちに囲まれ、当然ながらこれまでの苦労などについて質問されたわけなんですが、ハルツェンはこれに対して今までのことは全て価値があったと本当にしみじみと語っていましたね。
才能がありながらも何度も怪我に苦しめられて、本人としても悔しい思いを何度もしたと思うんですけれども、ただ本人が諦めることなく、MLB デビューまでこぎつけた彼の顔は本当に達成感に満ちたような、そんな顔でもあったかなと思っています。結局、ハルツェンはこの年、カブスで6試合に登板して、3回3分の1を無失点と、1点も許すことなくシーズンを終えました。昨年はカブスと再びマイナー契約を結んだハルツェンですが、 MLB に出場可能な60人の枠には入ったんですが、昨年は MLB 昇格は果たせず、そして今回の引退となりました。個人的にはもう少し続けてほしかったなと思ったりもするんですが、ただここは本人としても思うところがあったんだと思いますし、これからピッチャーの育成に携わっていくようですけれども、カブスでの後進の育成に期待したいですね。キャリアを通じて怪我に何度も苦しめられ、そしてその度に立ち上がってきたハルツェンだからこそできる指導があると思いますので、指導者としてのハルツェンのキャリアにも期待しましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。